瀬城場都城。今回は高城運動公園から都城のスポーツキャンプ第2弾をお送りします。池田市長にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの球場では読売巨人軍のファームキャンプが行われてるんですね。はい、そうなんです。49年ぶりに巨人軍のファームキャンプが都城で実現しました。49年ぶり、嬉しいですね。若い選手たちが美味しいものを食べてですね、一生懸命練習して活躍してもらいたいと思っています。じゃあここからは都城スポーツコミッションの西村さんと新保さんにお話を伺っていきます。都城は自主トレに選ばれる選手もいらっしゃるんですね。1月7日から25日まで都城出身で中日ドラゴンズの柳裕也選手が自主トレを行っていました。1月14日から20日までは巨人軍の松原聖也選手が自主トレをしていました。どうして都城を選んでいただけるんでしょうか。初めての自主トレが僕都城だったんですけど、初めて一軍に上がって、いい成績がついてたんで、ご飯も美味しいんで、まあ、また来よう、また来ようっていうことが続いて4年目になりました。ご飯も美味しいんでっていうことをおっしゃってたんですけど、はい、あのヨーグルトが大好きですね。あ、そうなんですね。今年は何としてもスタートからどんどんアピールできるようにしっかりこの実証で蓄えていきたいと思います。そして現在は巨人のファームキャンプがここで行われているということなんですね。巨人は2021年から新しい試みとして3軍ができ、駒田監督のもと26名の選手たちが都城で汗を流しています。どういったところを重点的に見ていただきたいですか。しっかり見てほしいんです。なぜかと言いますと、この選手たちが東京ドームで野球をやることになった時に、あれいたっけってことはないように市民の皆さんよろしくお願いします。注目してもらいたい選手って、星名君とか外野守ったりファースト守ったり、去年ね秋に一軍の試合に出してもらったりしたので、これ今ゼロがついてるのは支配下じゃないんですね。支配下になると一軍で活躍できるチャンスも出てくるので、たくさんの選手支配下に送り込みたい。2回3回とキャンプ中に来てほしいです。お願いします。どうしてキャンプ見に来たの。野球が好きだから。すごかった。投げるとこどうでした。キャンプは先週からサインもらったり、とても楽しかったです。こんな風にスポーツキャンプが行われることで、それを見に来る方々の人の流れっていうのが生まれるということですね。ぜひトップ選手のプレーを間近で見ていただき、選手を応援してください。ぜひ皆さんも都城のスポーツキャンプ楽しんでくださいね。都城市の提供でお送りしました。